もう一回言います。A チームが俺と木村、堀田、ランザさんで、いやB チームがサライ松井で、 C チームがペリーさんと AJ さん、まあみんなばらけてうまい感じになったかな。まあ弱点を補った感じのいいチームになったような感じがするんでなんかイノには当たりたくないとか、さっきでね、あの野試合でボッコボコにされたのによく言いますわって。ただね、俺大会になると、大会になると俺絶対勝ちたいから、ジャスティスには。はい、じゃあ始めたいと思いますんで、AJ さんはトイレかな、ジュースかな。なんで今日ね、ただの大会じゃないんで、平成の最強を決める大会なんで。そうです、明日からね、もうなんだっけ、令和になる。令和、平成ラストのチャンピオンは俺だと、いや私だという人が必ず出てくると思うんで、私だはい、じゃあサクッと始めましょう。じゃあ A チーム対 B チームをお願いします、うん。はい、じゃあペリーさん、ま、松井さん、じゃんけん席決めようぜ。AJさん来た、AJさん。どっちがいい？じゃあこっちで。大将？え？大将？大将？じゃあうちら行き側で。松井さん向こう。あ、AJさん。はい。中には。はい。松井さん。新チームの。新チームの。あの英語で返すって言ったら、どうぞ、適当にこの技クソって言ったら、サライさんに出てきますのは、いや、いいゲームだね、これいいゲームだよ。平成最後のザッパアンジ。いや、まああるね、そういえば画面端にこうやって、ああああバーサー通ってはいはい、ここからここから幽霊をボンボン投げて投げて、アンジは当たっちゃうんだよね、それ。当たっちゃった。おお、相手側のね、煽りひどいよね。出来をしないことやばいよ。確かにそうなんだけど、あの位置はタスキーに1回入んないけどね。牽制だけで死んでしまうのか。あ、危ない危ない危ない。この判断、牽制だけで死んでしまうのか。危ない。あ、上から、あ、牽制、あ、できない。あ、お疲れ様でした。まあ相手にね、ザッパ残ってたらね、別にどっちが行っても一緒だよと思うんだけどね、俺は。アンチにやれるのは、でも別にどっちでもやれるよ。うん、まあ、あ、でもやっぱ犬の方が辛いね、アンチにぶつけるのは。さあ、ジャスティス戦のアンチ、どうやって動くのかな。
強いのは正義だからね。おおお、お互いがお互いを見つつ、お互いを見つつ剣に回るジャスティス。はい、 NB をどう処理するかな。あ、つながってる。いいゲームだな。あ、高い。うん、飛んだ。飛んで埼玉した。かなりいい暴れ。はい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 。まあね、昇竜拳殿下。昇竜拳を出さぬ限りお前に勝ち目はないってやつだね。あー、気持ちよくね、花火で飛んでって。あ、でもアンジはね、もう最近ね、別に他のゲームでもね、花火とか言ってるからね、発見を主張すべきだよね、アンジは。はいはいはい。安いんだよね。うわすごいことが分かった。あ、はい、下手くそ。あっ、あるよ。まあゲージあるからね、大丈夫だよ、ね、そうだよね。うわくぐれる、ガードできる、ガードできる。あ、くぐれる、風神はくぐれるし、別にガードポイントも取れるけど。え、だからこっちはアンジ側はね、先に 25% 入ってるから、その 25% で成果を得たいの。だからやるかやらないかわからないネットアングルをあんまり読みたくないよ。それで死ぬんだったらそこでネットアングル来るかなって思うけど、まだ全然体力があるからね、あの状態。はい、あ、住所画面端からの、あーあー、ワンちゃんがワンワンして、はいはい、あ、高い、危ない、危ない、大丈夫。あ、これまずいね。あ、いる、ワンちゃん、ワンちゃんを犠牲にして三つ子を召喚、暴れて、あーあー、ジャスティスに空中ダッシュさえあればね。はい、住所画面端、住所画面端を、あ、昇竜拳破らぬ限りね、ジャスティス勝ち目ないから。なんだ今のさ、昇竜拳、あー安い。そうなんだよな。あ、昇竜拳を破ったから、あー、ワンちゃんだ。ワン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 、まだいる、まだいる。あー、
まあ理想はそれでいいよね。はい、大将戦。俺に負けたからね、さっき。あー、6敗に引っかかって大会はこうやって死んでいく木村さん多いよね。危ない危ない。木村さんの顔が赤いぞ。木村さんの顔がもう飲んじゃってんのかな。あ、中段が使って昇竜拳。あー、今の当たんないのはね、かわいそう。昇竜拳、あー、昇竜拳を破ったから勝ち目あるよこれ。あー、あー危ない。受け身狩りをすればニノが勝つようなイメージあるけど、中段幽霊投げて、幽霊投げて、バナナが邪魔。バナナが、ああ、ラストをガードして、そういうの、そういうのじゃないんですよと、ザッパにマジレスされて、シャガパイやべえな今の。でもね、別にこっからでもあるからね、このゲームはね。あーあー、まあこのゲームしっかりしてっからね、このゲームね。AC でしょ、堀田木村ランザチーム対 AGF ペリーチームですね。さっき堀田さんが言ったように、あの3チームともみんな優勝でいいじゃないって思ったんですけども、いつの思いで兄貴が来るんですよね、きっと。あ、21時に兄貴があの優勝者狩りに来るので、いいじゃない、もう殿堂入りで、あの人は全員優勝か。蚊帳の外にしときましょう。お前はいいよもう。さて、はい、初戦がペリーさんのクリフとランザさんのザッパーですよね。おー、ゲロすげー。ザッパーがすごい、これ事故らせたいんですよね、犬犠牲に使って。あ、まあ、犬犠牲で、あ、シャガ入り、そうそう、シャガ入りつく。そうなんですよね、すぐピオるよね。すぐピオります、これ。おじいちゃんは立ち回り的には普通にきついよね、ちょっと。やっぱそうですね、ちょっとあそこまで技が強いと、あの突進する技があるじゃないですか、多段ヒットするあのくるくる回りながら、あれがやっぱちょっと、これがです、これです、ちょっときついかなっていう。あ、そうなんだ。あれ犬も消されながら、そうですね、本体にも攻撃されちゃうから、ちょっと犬に対してもあれで突っ込めば大丈夫みたいになりますよね。そうなんですよね、犬犠牲の後立ちパンが間に合わないのか間に合ってるのかよくわかんないですけど、うん、飛び込みもそんな強くないから、ザッパーは。そうですね、前パンでもいい、クリフは前パンでもいいし、これ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 、あ、これもこれ も, 辛い、これもちょっと辛いですよね。いや、ちょっとクリフわかんないと辛そうだな、ちょっとですよね、うん、リーチ長いし火力あるから、あ、エンスは相当、まあエンス辛くないくらいいないからな、このゲームにさ。ですよね、これ、うん、あ、これチクチクされるだけでもうきついぞ。あー、長い、あー、しゃがみ早い、強いな、あれで、ランザさんが敗れて、次が堀田さんですね。ジャスティス・クリフっていう、いいですね、この組み合わせ。クリフの色いいですね。はい、これはあのジャスティス常に超遠距離にの距離を保ちたいですね。あ、もう相手の剣が届く
あの方向もあるしね。あの棒高跳びみたいなやつあるじゃないですか、くるんって空中回って。あ、まああれ KNB あたりどうなんだろうな。またゲームの KNB が出てたらさすがに、さすがに無理ですかね。BNB1 個だけの時とかじゃないと、やっぱそんなもんになっちゃいますよね、うん、無理だと思うな。しかも高く浮いちゃうからその後追撃の猶予が増えちゃうから、あんまりあれは有効ではなさそうに見えるけど、本職の方どうなんでしょう。どうなんでしょう、ね、どうなんでしょう、ね。あ、まあ奇襲としては非常に優秀だから、うん、こうなると本当ジャスティス、うん、いい感じになってきちゃった。でもジャスティス身長高いから立ちガードからなんか反撃受けやすそうだんで、単純に火力が高いんでジャスティスの。ああ、びっくりした、びっくりした。堀田さんがど今みんなびっくりした。クリゴシのせいで画面外に消えましたから。なんか動いちゃったか今の。びっくり腰。隠れ身の術が使える。立ち回りの体育いいな。投げられて、あ、広いですね。すごい、返球してる。空中投げから足まで吹っ飛ばせるのはすごいいいね。すごいいいことですよね。うん、強い。いや、すごい。すごい。めっちゃ浮くじゃん。あれはクリフ限定なのかな。ぽいですよね。相当軽いですもんね。今度は勝利を警戒して、ゲージ使い切ったが、ラストを打たせる。JF さんが出ます。最後の手でね、本当。ダメダメダメ。足元のおぼつかない大将が出てきます。椅子に引っかかっちゃったね、AJF さん。で、大将の AGF アンジーですね。おー、あ、スマホゲームをやりながら片手間の AGF 戦を楽しむ余裕だと。まずいぞ、一方で画面端だが結構減ってるぞ。このまま画面端脱出できないと厳しいんだけど、アンジー戦は NB も消されちゃって、あ、上にいるとコウが待ってるんだよな。これいいですよね。どんなに判定が強くてもガードポイントの前では無力なんで。確かに、そう考えるとアンジ強いんだよな、耐久は。いやー、中段じゃなくて下段でした。これは殺し切りかと思ったらちょっとミスか。ジャスティスゲージありますからね、一旦叩き落として。そうだね、うん、まあ、安全に NB も展開できるけど、暴れに負けてそのまま終わっちゃいました。ゲージないうちからね、画面端に追い込まれるときやつですが、辛いんだよね。相当辛そうですよね。何としても最初に S ミカス当てて、このラウンドみたいにちょっと離らかしたいですよね。体力差つけて相手焦らせて NB 展開しながら立ち回りで勝ちたいっていうやつですと、アンジは画面端に追い込んでそのまま殺し切ってって感じですね。殺し切って、はい。対数値もなかなか通らないんで、ジャスティスが。ああ。中間距離で、本当、お互いの技を読み合って、お互いの最大を通すっていう。ああ、惜しい。投げ返す。画面中央まで吹っ飛ばして、バー対しつつ、落とす。攻めは、これは、おぉ、H1。集中してますね。いや、これね、しゃがみ派ですね。相当強いよね。なかなかね、あれの硬直にアンジの技を刺すっていうのが難しいんだよね。あ、本当はね、見てスタッドの見てタッチハイエスが打ちたいんだよね。うん、いや、でもハイエスの発生が遅いからなかなか刺さんないよね。見てからはちょっと厳しい。見てからは、うん、ちょっと、うん、堀田さんがで、AJ さんを破った堀田木村ランザの A チームが勝ちですね。これは三つどもえの可能性が。じゃあ、うん、ぽいよし、じゃあ頑張ろう。
何やったの亀井さん、今何お熱なのパチで。ゴトイタ、ゴトイタもパチンコあんのすごいね、今なんでもあんな。はい、じゃあ、クリフ・アンジということで、開幕は風神の一足飛びで突っ込んだところをクリフが捕まえてもいます。から固めて固めて、さあ位置を入れ替えて、アンジ側が画面端を背負わす。固めて、さあクリフのガードバランスが、バーストもガードして、タッチハイスだがカウンター、しかしタッチパンが繋がらない。ダウン取って、なんだろう、ペギーさんを応援してるアグさんが多分鱗剥がしなんだろうけど、なんかなんだ、みこし、なんか祭りとかでよく棒をこう掲げてわっしょいわっしょいしてる人みたいな。しかしジャンハイから何も繋がらない。質で固めて突っ込んできたところをこうで弾き返す。3番はなんだっけ、線の線、線の線で下げて、しかしまた画面端、立ち合いカウンター、しかし反応ができない。風神なぎはタッチパン、立ち合いシーツと3番当たって、これは死んでしまうか、あれを出すか、ギリギリだった。あれ面白いな。あれ面白いな。さあアンジー同キャラ戦、ちょっと電撃にお熱になりすぎてる感があるらしい。ただ開幕立ち合いが引っかかって、しかしオンが繋がらない。相打ち、エンゲスが刺さる、バーソー、さあゲージも溜まっ、サライさんがめっちゃ走るからめっちゃゲージが溜まっていく。固めて、風神を 2K でとがめて、なんだって投げ暴れをあのシーンでとがめられるのか。とりあえずダメージをいただいて、足払いから画面端、なぎはのまちゃんから位置入れ替えて、お前が画面端だ、何も出さない、投げてドゥエア。ね、暗示使いはすぐガキャンに頼りたくなるからね、仕方ないです。ガーポだ。まあ俺だって ガードポイントなんかあったらそれに頼れば。ちゃんと警戒が当たらない位置で禁煙室で待ち構えております。足払いからちょっと怪しかったけど、ちゃんと画面端でダウン、暴れてニースカウンターでちゃんと立ち合いつなげております。えらい、ちょっと難しかった。ガードは間に合う。さあオンをやり返されて、ゲージが封じん、そらそうだ、アンジはね、で出てくるがザッパーですよね。さあいいゲーム始まるよ。あなたさっきいいゲームって言ってたでしょ、自分で。今更になってよくねえよって。さあいいゲーム始まって、まずは剣でチクチクとジャンエスでなんてして、バーストも読んでる。3番にムカデで暴れて、なんかカウンター高モードでどうするの、立ち回り足払いカウンターから
痛い痛い痛い。さあゲージを貯めて画面端、犬は前パンで消すもののラオウのエドガイが届きません。グエアーあったー。いや死なない、ただ大丈夫、つらい。しかしお互いゲージがない、これはラッキー。あーいったー、届かなかった、勝利の空中エドガイ。さあいろいろとなんか噛み合ってない感がありますが、裏をちゃんとガーポで返してる。おお、すげえな、なんでタッチパンで、タッチパンで割れんの、タイミングの問題か。ゴルフボール、ゴルフボールが当たってコンボになっている。痛い痛い。でラスト、ペン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 と、どうする、今度のダスオガード出てきてる。つらい。さあ犬を下げる、投げれない、犬消した、ちょっとあるかも、ギャー、まだある、諦めないで、足払い、しかしカウンターしない、生まれる、あーったなんか技出たか。あれアンジーってだって飛べば至近距離じゃないとダメなのか。いやアンジーはね、あの暗転後でも上入れっぱで避けれる、生まれる、どのキャラもじゃない、あのソルとかはジャンパン出しとかないと当たるし、うん、ジャンプしてだからわかんない、位置によるのかもしれない。はい、じゃあまあリセットもなく優勝したということで、松井サライチーム平成最強でございます。わーい。まあ安心してよ、後でなんかテスタとか多分来ると思うから。あれ今日来るの、ケイスケさん。あ、来ます、来ます、来ます。テスタ来て、アクセル来て、あとあの僕らのハメンチョお兄ちゃんも来るから、おお、よろしくな。いいですね、アクセルテスタージャスティスというこの平成。じゃあ、あの暫定平成王者ということで、コメント。そうですね、そうですね、もう平成もね終わって、あと数時間後には令和って風になりますけども、来年じゃあの令和の方でも PR がね盛り上がればいいなと思いますんで、新宿来ますんで、ぜひ見てる方は来てくださいね。はい、ありがとうございます。おめでとう。じゃあ次サラヒさんもコメントもらっとこうか。どうも平成の王者です。ありがとうございます。チームの力で勝ちました。いや、やっぱ強いわ、はい、